今日もテクノロジー関係のニュースをシェアしたいと思います。通勤や通学隙間、時間に情報収集としてご活用ください。k-pop グループ。ブラックピンクのキルディスラブがプレミアムも含め、youtube で新記録。韓国で人気のトップのポップグループである。ブラックピンクの最新のビデオが youtube の記録を更新した。google のスポークスパーソンは？本誌テッククランチに。 キルディスラブが3日未満というこれまでの最速のスピードで1億ビューに達したことを確認したまた投稿後の最初の24時間のビュー数5670万も音楽ビデオとして新記録だまたブラックピンクの最初のシングルでその EP のタイトル曲でもキルディスラブは YouTube プレミアでピークの同時ビュー数が97万9000に達し最大のプレミアになった これまで同時ビュー数82万9000で YouTube プレミアのトップだったのは12月のサンキューネクストだった YouTube が新しいクリエイターツールの一環としてプレミアをローンチしたのは昨年の10月だクリエイターはこの機能でリリース前にビデオを宣伝するランディングページを作れそこにはライブのビデオなどによるチャット機能もあり YouTube がもっと直接的に スイッチと競合できるるようになギルディスラブは iTunes でも新記録を打ち出したすなわち米国ストアでアジアの少女グループが1位になったのはこれが初めてである韓国最大の音楽レーベルであるインターテイメントが作った女性4人組のブラックピンクは最も人気の高い K-POP グループの一つだ2016年デビュー以来アジアを中心に大量のファンを獲得していたが 今月後半のロサンゼルスを皮切りに北米ツアーを開始し BTS に次いで西欧の市場のメインストリームを狙っているその歌詞は常に韓国語と英語のミックスだったがキルディスラブはさらに多言語性を明確に打ち出して訴求ターゲットを広げようとしているやはり今の時代大型プラットフォームである YouTube での評価につながる 傾向にありますね。